地域の人たちが見守る中、京都の街をよちよちと歩くのは、京都市左京区にある陽房寺の池で先月生まれた10羽の子ガモと母ガモです。寺では18年前から毎年のようにカモのつがいが訪れ、子育てをするようになり、ヒナが歩けるようになると700メートルほど離れた鴨川へと引っ越します。今年は雨予報だった先週水曜日に引っ越しをするのではないかと寺や地域の人たちが集まっていましたが、今日は中止ということになりまして、鴨親子の引っ越しを何とか見届けたいと次の日も、その次の日も番組班が取材に行きますが、今日の7時までに行くということはなさそう。なかなか引っ越ししません。事態が動いたのは土曜日の夕方午後6時半過ぎのこと。引っ越しが始まったのです。寺を出たカモの親子、母ガモを先頭に一列に並んで進みます。午後7時になっても30度を超えていたこの日の京都、カモのために道路に水をまくなど、地域の人もお引越しをサポートします。カモが通ります。自転車もどいてください。頑張れ。引越しを応援する輪の中には、先週番組班と一緒に今か今かとカモを見守った小学生の姿もありました。交通量の多い通りでは警察官が車の通行を止めるなどし安全を確保。そうして出発からおよそ1時間後、親子は無事に鴨川へとたどり着きました。引っ越しできてよかったかな。よかったです、ね、めっちゃよかった。まあ、やっと行けたなって感じがやっぱりあります。